え桜井さんがそんな対応をしても、本当の歴史を知るようになる韓国人はあまりいないから、それも意味がないんじゃないですかって 皆さん、こんにちは。シチュティビです。私は韓国人で、日本人と世界の人々に、日韓歴史、日韓問題、日韓関係について、皆さんに真実を知らせています。今日の映像タイトル、桜井誠さんの展示会。今日はこれについて話したいと思います。今、韓国で話題になっているのが、桜井誠さんの展示会です。 どんな展示会ですかって ?YouTube の特性上、詳しく説明することはむしろ、関連写真一枚だけ入れても、映像露出制限を受けるため、簡単に説明するのは難しいですが、私はこのように表現したいです。韓国人、そして日本国内の左翼勢力論理を土台に。しかし、彼らとは違って、 歴史的事実を踏まえた展示会。皆さんは2015年1月、東京で初めて開かれた表現の不自由展という展示会をご存知ですかこの展示会は、2015年東京、2019年愛知県、韓国、2020年台湾、東京、2021年東京、2022年、 再び東京。日本国内はもちろん海外でまで。表現の自由を追求するという名目で、歪曲された歴史内容を事実であるかのように説明し、韓国人の被害者コスプレを刺激し、日本人の自虐視観を煽ったその展示会。この展示会には韓国起源の その道場も出品されていますが、やっぱり日本より韓国でもっと大きな関心を受けて、韓国人たちの応援を受けました。韓国の右派、左派を問わず、韓国人ならみんなこの展示会を応援します。その道場については、過去に僕が詳しく説明した映像があるので、英語字幕を含めて参照してください。 とにかく、多分知らない方もいると思いますが、この展示会は、その道場だけではありません。今回公開された表現の風自由展には、焼かれるべき絵というタイトルの絵で、昭和天皇の顔を切り取った絵を展示し、無限の人だかりという目の展示品には、昭和天皇の少女を燃やす、 映像を展示しました。韓国人はこれこそ表現の自由だとし、こんな展示品に拍手を送ります。しかし、韓国で表現の不自由展というタイトルで、金正恩、金正恩、金日成の写真を燃やせると、韓国の左派たちは抗議をするでしょう。イースンマン、박정희の写真を燃やせると、 韓国の右派は抗議をするでしょう。しかし実際に日本でこんな展示会があっても韓国人はみんな拍手をしながら応援します。表現の自由という概念がない人たちが表現の自由というタイトルを応援する不思議な現象。だから私が日本人の方々に韓国人を信じるなというのです。とにかく このような非正常な展示会に抗議する普通の人たちに、展示会側は右翼、ヘイトスピーチというフレームをかぶせ、他人の表現の自由を侵害するような工事を作り出します。違います。あの展示会に抗議する人たちは右翼でもヘイトスピーチでもありません。事実を 歪曲するコードに指摘することは、右翼やヘイトスピーチではありません。皆さん、表現の自由という名目は、嘘の自由を意味するものではありません。しかし、表現の不自由展という展示会は、表現の自由という名目で、嘘を事実と歪曲して、その嘘で自虐視観を煽るだけです。 前の説明が長かったですが、とにかく今回の桜井誠さんの展示会、見る方によって感じる点は違うかもしれませんが、私はとっても満足しました。おそらく桜井誠さんの展示会に対して不便さを感じた日本の方々の中では、大人らしくない太陽という理由が多いと思います。 私が以前ジ語でも話したことがありますが、韓国人にとって大人らしい対応は意味がありません。日本人の皆さんも考えてみたらわかると思います。日本人の皆さんは今までそれを数十年間証明してきたからです。他の外国には大人らしい対応をしても、韓国だけにはそのような対応は必要はありません。 私が今回、桜井誠さんの対応に満足するその理由は大きく二つです。一つは、表現の風自由点で、韓国人たちが主張する表現の自由という論理をそのまま返すことができるからです。もう一つとしては、結果的に、妙にとってお得な対応だったからです。え桜井さんが、 そんな対応をしても、本当の歴史を知るようになる韓国人はあまりいないから、それも意味がないんじゃないですかってそうです。韓国人は変わりません。しかし私が言う日本の男とは、それを意味するものではありません。桜井誠さんの今回の対応で、日本に旅行行きたくなくなったという半日韓国人と、 日本に旅行に行くなと躊躇する韓国人がたった一人でも増えればそれが日本として大きな収穫だと思います彼らが日本に来たら来るほど肉体的に物質的に精神的に被害を受ける日本の方々は急激に増えるでしょう観光収入より大事なのは日本の方々の 被害を防ぐことです。この映像が気に入ったり、次の映像が気になる方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録、アラーム設定までお願いいたします。皆さんがチャンネルに登録してくだされば、多くの人へ真実が届きます。ご視聴ありがとうございました。